昔はこういう鍋釜はもう夏場にしかやらなかったんですね。うちの商売は火鉢に落としというものを入れる商売だったんで、もうお客様の層はもう全然変わっちゃいましたね。昔は火鉢を使ってましたから、火鉢のその中へ入れる落としというものがもう主流でした。それから徐々に料亭やなんかからいろいろなものが注文が入りまして、おかん、要するに道具ですね、お調子をつけるものとか卵焼きとかそういうものをこう作ってきました。銅は非常に熱の伝導率が良くて、ステンレスに比べて熱の行き渡る速さがステンレスの22倍の速さで熱が進みます。その点が非常にいいところなんですけれども、熱しやすくて冷めづらいというそういう金属ですね。だいたい普通に使っていただければ50年は大丈夫ですね。直しながら使えば、もっと使えるはずです。金属の中では単金から掘る彫金、それから鋳金、鋳物ですね。だいたい3つに分かれますね。だいたいうちは単金叩く、そういう技法ですね。これが雪平鍋ですね。非常にちょっと煮物をするのにいいお鍋ですね。行くって書いて雪平、それから降る雪って書いて雪平、2つ書き方があります。次にこの卵焼きですね。これ厚焼き用の卵焼きのお鍋です。プレスのと違って寄せ物なので、非常に歪みが来ないです。長く使っても、そういう点が手作りの特徴ですね。まずこれ夜間なんですけれども、これは一般的な、磨きですね。銅の材料を磨く、バフで磨くんですけれども、切れが回りまし、ぐるぐる回転してまして、そこへ油をつけて、磨くわけなんですけれども、そういう仕上げの方法ですね。バフ仕上げですね。一般的な銅の仕上げの一つですね。これはブロンズ仕上げという一般的な仕上げの方法なんですけれども、最初はこういうふうに磨きまして、そこから仕上げていきます。硫黄系の薬でこういうふうに一回真っ黒にしまして、それをちょっとこう磨き出していきますと、こういう独特なちょっと茶っぽい仕上げになります。磨いていきますから、この土目がより一層浮き出てくるわけですね。これは木目仕上げの急須なんですけれども、木目をこういう金槌でこう少しずつこう叩いていきます。木目の模様を出しまして、二色って言いまして、6色の溶液を作ってそこへ入れちゃうわけですね。ジャブッとそれをグラグラ沸かしまして、こういうオレンジをつけます。そしてさらに漆を塗りまして、釜で数分蒸し焼きにします。そうするとこういうふうにこう手垢が全然つかない仕上げになります。まずは手で切るために断裁で粗切りをします。雪平鍋のまずはこれ地金取りですね。コンパスで丸い地金を切り取ります。この切り箸がつまんじゃうんですね。ですからなるべくガタガタにならないように滑らかにやっぱり切ることですね。まず今切った銅の板ですね、これを生します。真っ赤にバーナーで焼いて、柔らかくする作業です。これ今生した、銅の板です。ちょっとこう柔らかくなってますね。これをちょっと酸に入れてきれいにします。しばらく置きます。
木槌で少しずつ叩きながら成形します。まずは底板の直径をコンパスで検上げます。まあ、それでこれ繰り返してこのお皿が少しずつこう持ち上がってくるわけですね。これはあのリズムにはちょっとした訳があります。持ち帰るタイミングなんですけど、一瞬止まるときに挟むわけなんですよ。それで回すわけなんですね。まあ、そのタイミングでこのリズムなわけですね。大体まあこういうお皿の状態から何回か繰り返しますと、まあ大体そうですね、8回から10回ぐらいの生しを繰り返してまあこういう状態になってきました。成形ができました。それから金槌で今度は叩いていきます。品物をしっかりさせる意味とから柄の意味と両方あります。まあ、こういう具合に金槌を光らしておくことによって、艶が出るわけですね。ガサガサですとこちらにみんなガサガサがついて光は出ないですね。これはちょっと長いですから、底お鍋の底を打つ金槌です。なぜ長いかというと深いお鍋も対応できるようにここが長くなってます。平らにするためには、真ん中から外へ張り出すようにピンと張るように打つわけですね。ですから真ん中から外へ外へと打っていきます。こういうところを叩くにはこの岩石を使いますね。傷がつきづらいようにこういうのを使うわけなんですけれども、要するにここはこう五徳でこう傷になりますね。五徳が鉄ですから、まあ、そういう部分はなるべく傷が目立たないように、まあ、こういう岩石を打つわけですね。急須のこういう口をこう切っていきます。えぐり刃ですから細かい部分をえぐって切るような感じの時に使いますね。じゃあ手を秒でつけます。からくります。